スラブ軌道区間、ハノーファーベルリン高速線は、ドイツのハノーファーと、首都ベルリンを結ぶ高速鉄道路線である。ボルフスブルクベルリン間は新たに建設された区間で、その他の区間の大部分は、従来からのハノーファーベルリン間の鉄道である1871年開業の、レール手線と、並行するか改良が施された区間である。 全線開業は公式には1998年9月15日で営業運転開始は同年9月20日である。この路線の計画であるハノーファー・ベルリンプロジェクトの全体計画は連邦運輸計画ドイツ統一鉄道プロジェクト第4号として実行された。当路線は5つの区間で構成されている。ハノーファー,レー・レールテン・レールテ・ボルフスブルク間は ジュライ路線からの改良区間、ボルフスブルクエービスフェルデ間 68km は、改良区間と、新線区間、エービスフェルデシュターケン間 148km は、新線区間、シュター県ベルリン市街線、ベルリン市内区間である。平坦な路線なため、エルベ在転運河下を通る改作工法のトンネルや、ミッテルラント運河、エルベ川、ハーフェル川、 ハーフェルンガを渡る4つの長尾橋以外は、あまり大掛かりな構造物はない。ハノーファー・ベルリン高速鉄道はドイツで、初めて本格的に、全区間で、スラブ軌道で建設された区間である。1980年代に西ドイツと、西ベルリンとの間のドイツ領域通過列車などによる、通過交通をアイスによって改善するため、鉄道路線の改良計画が始まった。 1988年9月に、西ドイツ、東ドイツ両政府は、レールテセンの最高速度を、時速200キロメートルまで向上させる、関係の交渉を開始した。北側のボルフスブルク・シュテンダール経由の旧、レールテセンを通るルート、南側のマクデブルク・ポツダム経由のベルリン、ポツダム・マクデブルク線を通る2つのルートが、検討された。 1990年にベルリン・ハノー・ファー間を最短最速で結ぶ経路であるのと第二次世界大戦以前に長距離高速列車が使用していたことを理由に北側のルートが選定された。選定では通過交通用の軌道は既存のレール手線とは別に並行して敷かれ既存のレール手線は東ドイツ国内の輸送用に利用できるよう残された。 既存路線のボルフスブルクハノーファーボルフスブルク間は改良路線として使用された。新線と改良路線は旅客輸送に使用され、既存路線は貨物輸送を目的とした。1990年6月28日、2年間の交渉を経て、当時まだ2つに分かれていた、東西ドイツのそれぞれの運輸大臣。 ホルスト・ギプトナーとフリードリヒツインマーマンによって高速新線が既存のレール手線に沿って建設する合意署名がなされた。基本計画では高速新線では1時間ごとにハノーファー・ブラウンシュバイク・ベルリン間にアイスや IC が運行する計画が立てられていた。ドイツ再統一によって通行量が増加するとハノーファー経由でルール地方とブレーメン、ボルフスブルク経由で ブラウンシュバイクカッセルフランクフルトアムマイン、シュテンダール経由でザルツベーデルユルツェンハンブルクのそれぞれのルートが1991年に選定された。ベルリンシュテンダール官僚方向でのローカル、貨物、郊外列車は200本を基本に高速線、在来線で計画された。設計最高速度は高速新線では最高速度、時速250キロメートルに在来線。 改良線では1 2 0トルから1 6 0トルに向上された。また、大部分が単線区間であったシュターケンシュテンダール間では、複線いかがなされた。1992年9月11日にヘーメルテンのエルベ橋が着工された。新線の建設と並行に、レールテ線は再構築されている。同時期に、 シンベルリンシュパンダ植木の建設が開始され、ファラースレーベンベッデルを結ぶ 21km のベッデルループ線が建設された。交流15ケッヘル16.7ヘルツの電化が、エービスフェルデラーテのカンで完成し1995年3月14日より強用された。これは、旧東西ドイツをつなぐ最初の電化路線であった。 1997年10月には、ハーフェル運ンを渡る最後の橋梁が完成している。建設期間中は、考古者が4000の発掘を行い、ブランデンブルク州では1500年以上前のものを含む遺物が30カ所で発見されている。試験車両 ISS による数多くの試験走行が行われ、1998年4月と8月に、 最高速度実速 331km を記録している。1998年5月24日にフォルスフェルデシュテンダール間で運行が開始され、9月15日には全区間が公式に開業した。2005年にはレール定期の東側で混雑解消の計画が開始され2007年1月15日には2本の新しい橋梁が完成し、 立体交差の分岐点が開業している。2008年には完成し、本線の速度は時速 60km から時速 120km に向上した。連邦政府の計画では、ハノーファーレールテ間に3億7600万ユーロをかけて2006年から2010年の期間にかけて路線の改良が行われている。路線が経由するラーテノーの東。 物港付近にはハーフェルラント湿地があり6400ヘクタールの自然保護地区になっている。絶滅が危惧されているノガンにとってはドイツでは最後の保護地区で世界でも最大のトライ地となっている。1995年まで鳥類保護のため 6km のトンネルを10億ドイツ丸くかけて建設することを含めた保護策が議論された。 鳥類保護のためにトンネルを建設する場合は7年、改作広報トンネルでは5億ドイツマルクがかかるとされ、周囲への影響についても調査された。153km から 158km ポストにかけての 6km の区間までは 7m の高さの築堤が建設された。これは鳥類が飛びやすくするための配慮であり、鳥類が飛び立つ時の速度は非常に低い。 148.5km から 165.5km ポストの区間では、レール手線の平行新線の軌道が省略されることになった。この区間では、河川柱も低くされ、列車の最高速度も時速 200km に抑えられている。およそ300ヘクタールが保証生息地として、自然公園として追加された。 この影響により開業計画が1997年から1998年に遅れている。1998年5月24日より、ボルフスブルクエービスフェルデシュテンダー・ルカンの新線で運行が開始され、同年9月15日から、ドイツの首相ヘルムート・コール、ドイツ鉄道社長、ヨハネス・ルート・ビヒ、 ベルリン市長、エーベルハルトディープゲンにより公式に全線で運行が開始された。1998年9月20日のダイヤ改正で、ベルリン・ハノー・ファー間の所要時間は4時間12分から1時間30分に短縮され、ベルリン・フランクフルト・アムマイン間も4時間に短縮された。大幅な時間短縮により、旅客数は増加しベルリン・ハノー・ファー間の空路は廃止された。 ブランデンブルク州の州都、ポツダムやザクセンアンハルト州の州都、マクデブルクなどでは、新鮮の開業によってアイスの接続がなくなり、その後激しい抗議が起こったため、急戦でしばらくの間、臨時のアイスが運行された。以下の列車が運行されている。ありがとうございます。